そうですね、やっぱりツーストライク追い込まれているのでバッターもあの広くストライクゾーンを取ると思うんですよね、セカンドクローズジャンピングスロータッチに行ったが根本原拓也セーフ、いやー見事に逆シングルで取って少しスローイングが乱れましたが、さすがにメジャー級のこのスナップスローが高めに浮いて際どいタイミングでした。いやあそこ追いついてからのジャンピングスロー少しボールが浮きましたね。そうですね、少し逸れてもしまいましたね。